今回は死に瀕した人々が体験した臨死体験について記述していると考えられる歴史的文献についてお話ししたいと思います。臨死体験が科学的に研究され注目されるようになったのは1970年代半ばのことで、医師のエリザベス・キューブラー・ロスとレイモンド・ムーディが相次いで著書を出版し、日本では1994年に立花隆の著書である臨死体験が出版されたことなどがきっかけで、臨死体験という言葉が広まったと言われています。しかしながら、ルネサンス期の画家ヒエロニムス・ボスが描いた Ascent of the Blessed という絵画には、臨死体験に見られるトンネルと光のイメージが描かれていると言われるように、臨死体験という現象自体は現代に特有な現象というわけではないことがうかがえます。そこで古今東西の歴史的文献の中から臨死体験を記述していると思われるものを紹介していきたいと思います。古いものでは紀元前4世紀にソクラテスの弟子である哲学者のプラトンが記した国家に登場する内容が挙げられます。国家に登場するエルという兵士は戦場で重傷を負い死んだと思われていたが、死後10日経っても死体は腐らず火葬される直前に生き返ったというものです。エルはあの世へ旅立ったことを話し始め、具体的には霊魂が肉体を離れて別の霊魂と共に天と地につながる出入り口の穴がそれぞれ2つ開いている空間に行ったといいます。そしてそこで霊魂は次々と神聖な生命による判決を受け、エル自身は物理的世界に戻り死後の世界の様子を伝えなければならないといったことを告げられ、肉体に戻り蘇生したと言われています。他にも臨死体験を記述していると思われる文献はあり、チベットの賢人たちが積み上げてきた知恵の書であるチベット死者の書には、死後に出会う光景への対処の仕方として、物理的肉体の死後に霊魂がたどる様々な階層が詳しく述べられています。チベット死者の書は、人間の精神あるいは霊魂が物理的肉体を離れ、自分が喜ばしい気持ちに包まれていることに気づくということや、人が全生涯に行った善悪の行為をすべて映し出す一種の鏡、といったものにも言及しており、レイモンド・ムーディはこれらが20世紀のアメリカ人の臨死体験の報告と驚くほど似ているということを指摘しています。また、石井昇、臨死体験研究読本の中では、チベット仏教の根底に生命の本質は心であり、その心の本体は純粋な光であるということが述べられ、臨死体験における死、光、悟りの関係を考える上でも重要なヒントを与えてくれるといったことが述べられています。さらに、中世から臨死体験が注目され始める20世紀末までの間にも、臨死体験と考えられる報告は挙げられます。例えば、18世紀の科学者、思想家のエマヌエル・スウェーデン・ボリや、心理学者のカール・グスタフ・ユングも、臨死体験をしていたと考えられます。スウェーデン・ボリの著書には霊的記述がありますが、スウェーデン・ボリ自身、死に伴う初期の出来事を体験し、物理的肉体から離れ、いくつかの生命と出会ったこともあるということを述べています。また、ユング自伝、思い出、夢、思想によれば、ユングは1944年に心筋梗塞に続いて、足を骨折するという災難に遭い、宇宙の高みに登り、青い地球を見たり、人生で経験したすべてが自分と共にあると感じたりしたといったことを述べています。また、日本でも、日本領域、今昔物語集、宇治周囲物語、不相略記、日本往生極楽記などの中にも、臨死体験に似た体験が記されていることを指摘されているほか、イランのバハイ教の死後の光の王国の記述にも類似点があると言われています。
このように歴史的文献に見られる臨死体験は、個々の文化や宗教の影響を受けている部分があったり、解釈に関わる点で相違があったりすると言えますが、対外離脱などの主要な要素にはある程度の共通点が見出されるのではないかと考えられます。そして、時代や文化、宗教を問わず、歴史的文献に見られる臨死体験から、そのような共通点を見出していくことは、臨死体験のより本質的な、普遍的な部分を見出すことにつながるのではないかと私は思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。